くなー。おし、早いとこアジトに戻るぞ。今日は食料大量に確保できたぜ、よかった。これなら一週間は余裕で持つだろう。あれ、なんかあんちゃん元気ない？どうした？大丈夫か？あ、大丈夫よ、なんでもないの。気にしないで。そうか、それならいいんだけど。あー、噛まれちゃった私も、もうおしまいね。ごめんね私、実はさっき噛まれちゃってさ、もう一緒には、入れない。嘘だろ。だからね、もうさようならいつゾンビになって襲っちゃうかわからないもん。ちょっと待てよあんちゃん、まだ正常なんだ。まだね、まだ一緒にいて大丈夫だって、言っちゃダメ。ありがとう、二人とも。じゃあはい、私がゾンビになった時には迷わずにこれ使って、一生で最後のお願いよ。わかった、覚悟決めたぞ。最後の最後のその瞬間まで、三人一緒。あんちゃん、調子はどうだ？まだ特に何も、ありがとう。あんちゃん、体の方は？ありがとう、まだ大丈夫みたい。どう？ゾンビなりそう？いや、それが、至って健康と言いますか。もうあれから一週間。いつゾンビになんだよー、もう監視疲れたー。そんなこと言われてもしょうがないでしょ。知らんわ私も。もうこっちが限界だー。自分でもピンピンしすぎでビビってるわよ、ゾンビに噛まれたのに。てか何よあんたたち、ゾンビなってほしいわけ？そういうことじゃないだろ。そうだそうだ。のー、何をやろうってのー。ゾンビゾンビに支配されたこの世界で、人類再建を目指すシミュレーションゲーム。エイジオブデッド。ゾンビ大好き虫、思いっきり楽しんでいくぜー。ぜひみんなも一緒に楽しもうぜ。ダウンロードは動画の概要欄からできるぞ。今なら専用虫講座で6000円分もの豪華ギフトももらえちゃいまーす。虫、霊とかのホラー系はダメなんだけど、ゾンビ系は昔から大好きなのよね。なんか謎の魅力ないゾンビ？いやこれゾンビ。ってことでやってこうかー。はい、まずは美人ゾンビルーシーちゃんの様子確認からー。美人ゾンビ？感染者のルーシー。彼女の治療を進めていくと様々な機能がアンロックされて、絶対に進めるべきやつなんだけども。それよりもー。何よ。まあゾンビ状態から救ってあげたら絶対虫に惚れちゃうだろうってことよね。何も言葉発してないけど黙れその表情。で、意識がー。何か伝えたいのか？あ、I love you って言われました。絶対気のせいです。治療を進めていくと、どんどん見た目もゾンビから人に。さらに治療を進めた結果ー。いやもうこれただの美女やん好きです。普通に喋っている。まだね、ゾンビと人の間をさまよっている段階だが。もう今のままでいいです、付き合ってください。ゾンビに告白してんじゃねえよ。それじゃあね、ルーシーとは一旦お別れして。ゾンビと戦い必死に生き延びている我々の年へ。もう結構進んでいろんな施設があるわ。やはりな、ゾンビに対抗していくにはいろんな施設、設備が必要。新しく建設したり、既存の施設をレベルアップで強化したりと、自分だけの対ゾンビ都市を発展させていくんだぜ。おっと、穀物と石油を回収回収。都市内での自給自足も大事よん。そして現在の目標はゾンビに支配されたここを解放し、取り戻すこと。そのためにはね、有能な人材も必須。ってことで副官を使うとじゃあ。他のアプリで言う、また要素的な感じだな。演出かっこよ。おー来ました。めっちゃ頭良さそうだな。ルネサーンス。伝わる人には伝わるやつ。しゃ、この流れで他の副官たちも見ていこう。まずは内政、オニオンちゃん。日本語にしたら玉ねぎってのは言っちゃダメだぞ。お前が言ってるやんけ。ちなみに副官には4種類あって。彼女いるからに強そうでしょ。戦闘タイプ。かけらが集まって合成できるので仲間にやったー。ゾンビ、ぶった切りまくってくれそうね。ついでに育成して強くしておこう。ありったけの経験値アイテムぶっ込む。おーし、戦闘力大幅にアップしたぜ。あとはね、まだ持ってないけどこのキャッチめっちゃ仲間にしたいのよねー。かわいいことかわいいワンちゃんかわいいは正義です。そしてこんな、ジャパン風なワック美女も。このお姉様は戦略タイプ。強さだけじゃな、ゾンビから都市を守れんぜ。
そしてね、もちろん兵隊もいないと話にならないわけでございまして。種類が豊富な兵種の中から自分好みに部隊を編成していけるのだ。あ、スナイパーは必要だよな絶対。募集。ルックスで選んでません。さあ我が軍にスナイパー参戦。ちなみにゲーム進行で兵種は12段階もグレードアップ。最終兵隊、強そう。それじゃあね、いろんな兵隊を募集しマイチーム結成。戦力が整ったのでここ、奪還と行こうか。ゾンビから土地を奪い返せ。さあ戦闘開始。撃て撃て撃て。ミオバランス。であと少し。しゃ、第一段階撃破成功。ここを撃退できれば無事に奪還成功。撃て撃て撃て。さらに崩壊するバランス。で入ったー。解放成功。また一つゾンビに打ち勝った。早速ここに、新たな施設を。こうやってね、どんどん人類文明を復興していくわよ。ちなみにだけど、ちゃんとメインストーリーもあって、それを進めつつその他豊富なコンテンツも楽しんでって感じ。こんな感じでね、ミッションクリアでストーリー進行。まあストーリーはご自身で楽しんでいただくとして、マジこのアプリコンテンツ豊富。超面白コンテンツ丸1タワーディフェンス。迫り来るゾンビたちを、防御タワーを使い撃退せよ。上からゾンビ接近ゾンビ接近。さあ、ここはまずね落ち着いて防御タワー設置するために、一時停止。タワーには全4種類ありましてですね。範囲攻撃のロケット砲タワーに単体攻撃レーザータワー。射程距離が長いマシンガンタワーにゾンビの動きを遅く、電磁タワー。ざっくり言うとこんな感じね。この4種類を駆使してゾンビを駆逐していくわ。ここはあれだな、うじゃうじゃゾンビに対応範囲攻撃ロケットタワーだ。そしてその横にはゾンビちゃんの動きをノロノロに、電磁タワーを2個両サイドに設置。マシンガンタワーも設置だぜ。それじゃあバトル開始。さあゾロゾロとゾンビ軍団襲来。それをタワーで撃退ぜ。あ、ちなみにここね、これを消費してタワーを設置したり、設置済みタワーをアップグレード可能よ。はい、アップグレードタワーアップ強力になったぜ。グッフッフッフッ。おーし、順調順調。しゃ、こっからは4倍速でテンポよくいくわ。ちょっと場合によって一時停止したり早くしたりできるので便利便利。おーし、ここで第2ウェーブ攻略成功。残り半分、油断せずいくぜ。上からだけじゃなくてね、左右からもゾンビちゃんたち来ているから。しっかりこの辺も、タワー設置だぜ。しっかり対応できているな良い感じ。一気来たりともこの先には行かせんよ。まだ右下だけタワーなかったな。おし、これでファイナルウェーブ前に全箇所にタワー設置完了ね。はい、左右から来た敵もしっかり撃退。そしてお、上から来てるのはこのウェーブのボスさん敵なのかな。はい、さよならー。さあここを乗り切れば我々の勝利ぜ。早速、左右上からうじゃうじゃ。今はもうどんどん設置済みタワーのアップグレードをしていくだけ。ってなんか上からヤバそうな一気。ヤバい体力エグいな。さすがに大丈夫よな。よおー、なんとか倒せたけど危ない危ない。もう少しで突破されるとこだったぜ。けどまだ終わらないってことは、この後今のより強いボスが登場か。それな、その前に可能な限りアップグレードしとかねば。でボス出たんじゃないのー。間違いねえこの色々化け物。さあ突破される前に HP 削り切れるか。あー、リオリュージェン。ってことで勝利よー、人類の勝ち。そして面白コンテンツ丸二巨峰守衛戦だー。今度は砲台を自分で操作してゾンビを撃って撃って撃ちまくる超爽快なシューティングゲーム。おやおやおやー、近づくゾンビは容赦せんぜー。本当にね、様々なタイプのいろんなコンテンツ、イベントが盛りだくさんで絶対面白いので、よかったらみんなもぜひプレイしてくれよな。さあ大量に集まっているとこにはこれよ。ドッカーン、気持ちいい爽快。タワーディフェンスがあってシューティングがあっての、こんなのも遊べちゃう。面白コンテンツ丸さんクレイジーレーシング。もうね、ジャンルにとらわれず様々なゾンビゲームが楽しめるというお腹いっぱいなアプリでございます。ここでもボスさんお出まし。うおー、大迫力。あれ、でもなんかボスさん遅くって、追いつかれる心配なさそうじゃ。まああの巨体だもん、ノロマよノロマン。ふっ、こっちだぞー。ってちょっと調子乗ってたらボスさん切れた、すいませんでした、許して。
ということでね、今日は都市発展やストーリーはもちろん、様々なコンテンツやイベントが豊富。エイジオブゼット遊んだは楽しかった。現在公式 Twitter でキャンペーン情報発信中。ぜひ概要欄からチェック&アプリダウンロードで。限定キットゲットで遊んでみてねー。